いやー、WBC 日本勝ちましたね。優勝なんだけど、日本世界一なんだけど、嬉しい。あ、パッと見サムネイルの人見えた。あ、これがだったからかな。この形流行ってるもんね、襟のね形。いやー、よかったよー、嬉しかった。もうマジでもう本当に緊張した。なんか正直本当に心臓のドキドキ加減で言ったら、マジで自分らが劇場とかコンサート出る時ぐらいドキドキした。やばいよね。なんかもうずっとテレビでやってるね、そのダイジェストみたいなやつとか振り返りだったりとかずっと放送されてるけど、もうマジでもう本当やだな。今回展開が早かったやん。さあ、展開が早くてそっからこうお互い譲らない粘りがさ、粘り粘りで後半まだ動く展開だったやんか。もうさ、だからさ、もうめっちゃ焦ったよ。最初取られてさ、へえってなったよ。でもさ、村神様がさ、あの取ってくれてさ、でさ、へえすごいってなってさ、もうさ、いろいろあったけど、いやーよかった。でもすごいさ、後半の方はさ、なんだっけ、投手陣さんたちがさ、すごい頑張って抑えてくれてたやんか。すごかったよね、めっちゃ。あの投げる人もコロコロ変えてさ、相手にさ攻略されんようにしたりとかしてたしさ、めっちゃよかったわ。っていうかマジで今回の侍ジャパンめっちゃ若いねんな、年齢。なんか改めてさ、年若すぎて自分よりさ、そう、年若すぎてびっくりした。なんか私でもめっちゃ怖かったんが、アメリカは後半から結構動かしてくるからやばいみたいな買い取って、でうわやばいなと思った。1点は欲しいって思っててんけど、でもどうにか抑えがちして、そう、牧選手は同い年。そうなんですよ。そうそうそう、そう、次の WBC も全然出れそうやな。年齢的に3年やからな、全然若いよ。大谷さんの年に満たしてる人と満たしてない人とかさ、そんな感じじゃない。だから全然若いから全然次もありやんな。そう、でもなんか実況とか聞いてて、日本はすごい若き素晴らしい投手がすごいいっぱいいますねっていうのをさ言っとってさ、わすごいなって思った。これからどん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 もっともっと強くなって、もっともっとすごい人になんねんなと思ったら、ね。でもさ、ダルビッシュさんがさ、もうさ終わりかなって思ったら、大谷さんに次も行きますよ、次も行きましょうって言われたってインタビューで答えてたね。そうなの、高橋選手二十歳やったからさ、シャンパンあれ参加できんかったやろ。アメリカは21からじゃないとダメらしくて、あんなめっちゃみんなふざけて超楽しそうなのに参加できんくてさ、一人で見ないといかんって辛くない？だって頑張ったのに、今回投げて頑張ったのにさ、盛大な祭りに参加できなかったっていう、すごくかわいそう。でもまあ仕方ないよね。WBC が終わってロスになりませんか？だって。いや、なっちゃう。なっちゃう。
ねえ。でも3月の末から始まるやん、日本のあれが、野球が、日本の野球なんて言ったらいいの、日本内の野球か、日本内の戦いが始まるよね。あ、そう、プロ野球、プロ野球名前がわからんかった。そう、プロ野球始まるからね。だからもう大変やね、それ出てる人たち、今回 WBC 出て、それに出る人たちもうさ、まあ、急いで準備またし直さんといけないじゃないですか。だからもう大変で、それでだって断ってる選手めっちゃ多いやん。そう、そのやっぱりな、自分のそれにかかってるからって。あとさ、やっぱさ、その実況でも言っとったけどさ、このやっぱ WBC やる期間考えないとって言ってましたよね、ポロッと。でも確かにこの超大切な期間に WBC やるとさ、 WBC もう出たいねんけど、でも自分のその生活費っていうんかな、成績かかってくるからちょっと参加できないってさ言っちゃう人いっぱい多いけんさ、確かにずらしてね、ずらしてあげたらいいのにって。それずらせるもんなんか、ずらせば出れるもんなんか知らんけど、そうね、なんか大変、大変そうっていうか、それがねすごい難しいよね。だってさ、もうこれでさ一息つけないんだよ、もうすぐ調節入らないと。あ、野球応援してる私のファンなんですよ、本当にありがとう、嬉しい。ねえ、しかもなんか WBC で怪我するとだいぶやばいみたいな、すごい損害になるらしくて、自分でね、自分の損害になるらしくて、そうっていうのをねちょっと調べた時に見たんですよ。だからうわ、 WBC に本当に夢の世界ではあるけど、プラス自分の将来もかかってる、左右してしまうようなあれなんだなって思ったら大変ですね。足怪我しちゃったんや。うわ、マジか。そうなんや。いやー、やばいよね。足やっちゃうと終わりよね。足と肩とかやっちゃうと終わりだよね。でその直していく、治るかまず分からんし、直していく期間で年は取っていくしね、衰えちゃうからさ大変だよね。本当にみんなある意味賭けなんだ、出るってことに関して。ねえ、なんか嬉しいんか悲しいんか分からなくなっちゃうよね。いや、カープファンが多いのはしか知らんね。そうだよね、喜んだってさ、勝ったって喜んで自分のさちょっとさ先をさあれしちゃうって、なんかもう踏んだり蹴ったりやんな、踏んだり蹴ったりなんて言ったらいいんやろね。なんか飴とムチっていうか、なんていう例えが正しいのかわかんないですけど、谷あり山ありみたいな。ね、やばいよね。でも本当に野球は見る線なんで私やらないですよ。AWC 出たことを後悔しないそうです。あ、すごい、かっこいい、かっこいい、かっこいいですね。なんかほんと、でもさ、今日の大谷選手のエンジンの言葉めっちゃかっこよかったよな。今日だけは憧れを捨てましょうって言って、憧れちゃうと勝てへんから憧れは捨てて
きましょうって言った。めっちゃかっこよくない、その言葉。めっちゃかっこよかったやんな。やばいね、口から出る言葉もかっこよすぎてびっくりしたわ。なんか大谷選手って絶対一試合に自分なんだろうな、なんか圧倒的やっぱヒーローというか圧倒的主人公なんですね、大谷選手って。なんかどの試合でもさ、絶対にさ、まあそのメディアがさ大谷選手に注目してるっていうのはあるけど、なんだろう、なんかこう絶対自分のなんだろうね、スポットシーンを作っちゃうっていうか、ハイライトシーンを絶対作りますよね、大谷選手って。今回もさ MVP 大谷さんだったけどさ、最後のさあの仲間のさ人との一騎打ちって言ったらいいんですかね、なんかもうめっちゃ緊張感やばくて、なんかもうなんかテレビでも伝わる緊張感、もうピーンってなっててさ、もうさうちもめっちゃ緊張したわけ。もう心臓ドク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 って、もうコンサートやるぐらい緊張したし、なんか人見てあんなに緊張したの初めてで、そう、もうなんかめっちゃすごかった。なんかもう超緊張しちゃった自分が。でも言霊ってあるから、日本は絶対勝てるよ、日本は絶対勝てるよって言って、日本は優勝だってテレビの前でずっと言ってたそう、そうなんですよ。なんかもうそう言霊あるから、やばいどうしようとかって言ったらあかんな思って、そうテレビの前でも絶対日本は勝てる、絶対いけるよいけるってずっと言ってた。そうでもみんなすごい、なんかそれぞれすごくあのね、だって投手陣たちがすごく頑張って粘って踏ん張ってくれたおかげでだったしね、ホームラン打ってくれたおかげで点を追いつけたし、いろいろなシーンでいろいろななんか派手に活躍したっていうのがないかもしれないないけど、でもその人のそのプレーがつながって大谷さんの最後までたどり着いたわけやから、結局みんなねすんごい、本当にみんながすごい、もう今回の試合トータル含め全部なんか本当に素敵だったわ。びっくりしちゃった、もう感動、キャーって朝からめっちゃ大声で喜んじゃったけど、でもみんなどうせ喜んでるから許してほしいと思って喜びましたそう、え、わかる。なんかさどっちもやってるからさ、ドロンコでさ投げてたやん。それでさ誰やったっけな、言ってたよな、中井さんかながさ、なんかさその泥だらけ、ちょっとカタカナで言ったからわからへんけど、なんかその泥だらけのさ姿でさ投げてるのってさあれですねって言ってさ、すごいですよね、すごい光景ですよねみたいなさこと言っててさ、いやほんまそうですよねと思ってさ、あね、そうそうそう、今回の相手の監督さんもすごいなんか名台詞っていうか、すごい素晴らしい言葉言ってたよね、ニュースで見たわ。あそうそうそう、ストッパーだ、そうカタカナが多すぎた、ちょっと何言ってんの。めっちゃ良かったです、本当に今日は本当に頑張って起きてて良かった、起きて良かったです。あの私その途中まではベッドの上で見てたんですよ、そう眠すぎて、そうベッドの上であのアマプラで見てたんですよね、ずっと。でそれでアマプラで見てるから携帯が1個しかないから、あの755も全然つぶやけてなくて、そうで起きてテレビつけてつぶやいたんですけど、なんかいろいろ展開がすごくて、今回前半でちょっとびっくらぽんでしたけど、めちゃくちゃ楽しかった、早起きしてよかったわ。マジで早起きしてよかった、もう本当に超眠かったけどな、でも早起きした甲斐があったなっていう風に。あターナー選手ね、めっちゃさだからさ、わ次ターナーさんだ、やばいやばいみたいな感じだったもんね。
そうめっちゃね本当にね良かった最高だったマジ素晴らしい、はあ素晴らしかった最高だったね。いやー私久しぶりにこんなに熱くなったぜ。いや盛り上がったね最高だった。いやすごかった。じゃあちょっとそんなわけで興奮冷めやらないご様子なんですけど、ちょっと今日は短いんですけど本当はねあと1時間ぐらい喋りたい気持ちは山々なんですけどもね、ちょっと今日はこの辺で終了にいたしたいと思います。今日はもう早く寝よう。私は明日は仕事なんで今日は早く寝たいと思います。昨日もね早く寝ようって思ったのに意外になんかアドレナリンで出たんか知らんけど全然寝れんくて2時ぐらいに寝ましたもん昨日も。結局ねそう今日こそは明日何時集合か知らんけどまだ来てないからわからんのですけど明日試合じゃないわ勝手に試合にしちゃった。頑張ります。じゃあランキング読みます。13位春太郎さん、12位よよしおさん、11位ヨッピーさん、10位ロバさん、9位しまやさん、8位ババちゃん2世さん、7位ヤングさん、アイドルなちゃん大好きありがとう、6位ロクユーさん、5位おかやんさん、3位サーマスさん、2位ナッティさん、あ間違えた3位ナッティさん、2位食べ過ぎ飲み過ぎさん、でそして今日の第1位はつーちゃんです。今回の WBC の感想を一言くれたら嬉しいです。でも今回の WBC は最高です最高です。いや本当に最高だったマジで。いや本当に見れてよかったなって思いましたすごい野球がこんなに楽しいのは知ってたんですけど久しぶりに見て盛り上がれてよかったな。ちょっと野球のルール難しいから全然わかんないですけどもな、ちょっと今後ちょっと注目してみたいなって思いました。じゃあというわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。今日のね19時からもうね歌番組始まってるんですけど AKB はもうちょっと後かなに今日も AKB がね出るらしいので私もそちらはねチェックしたいなっていうふうに思いますので今日もまた新衣装、歌番組と衣装が違うらしいんで今日また新衣装ということでさあ果たしてどんな衣装なのか楽しみにしていますので私も皆さんもまあよかったら見てください。はいというわけで今日も見ていただき本当に今日は新衣装じゃないんか、今日は決まってるやから新衣装じゃないんかな、いやわかんない新曲やらないと新衣装じゃないかその辺はちょっと知らんけどまあでもまあどっちにしろ見ますよね見てくださいじゃあそんなわけで今日も見ていただきありがとうございました。また明日ございました。バイバーイ。